皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は R 国に4月中にクーデターが起こるのではという予測が流れてきましたので、今回はこちらの話題をお伝えいたします。それではこちらスポニチアネックスの記事の一部を紹介します。今回ですね、この筑波大の中村逸郎教授、こちらが中村逸郎氏です。で、中村教授はこちらウィキペディアのページなんですが、現在は筑波大学の教授です。で、過去にはですね、モスクワ国立大学とソ連科学アカデミーに留学された経験があり、非常にロシアとロシア人のことを精通されております。で、今回のウクライナ戦争が起こる前、ロシア関連の専門家たちはみんな戦争は起こらないと言われておりました。そんな中で唯一中村逸郎氏は 99% の確率で P 氏が攻めてくると予測を立てられまして、ズバリ的中をされておりました。そして先日非常に印象的なことを言われておりました。それがこちらです。こちら AI の関係で R 人と読ませていただきます。そしてこちらは R 国と読みます。中村逸郎氏、 R 人について貴重な発言をされておりました。R 国には全くの正義はない。普通の R 人にはそれを分かっている。ということで、まず、自らの国に正義はないと、非常に驚きなことを思っているということになります。日本人の感覚なら、こんなことはありえませんよね。そして R 人自身が R の国は悪い国だと思っている人が大半なんだそうです。これもちょっと驚きですよね。自分自身の国を悪い国だと思っていると、ちょっと考えられない感覚ですよね。ということは愛国心がある人は少ないということになります。そして R 人のいないところが良いところと自虐的に言っているそうです。かつ我々のいないところが良いところということわざまであるそうです。すごいですよね。なのでよほど自分自身の国が悪いと思っているということになります。そして R 国を愛するのは罪なこと、でも愛さないと殺されてしまう、これが R 人の苦しみ。これもちょっと考えられませんよね。自分の国を愛するのは罪だと、なので今の R 国を愛するのは罪なことだそうです。これはちょっと考えられませんよね。自分の国が悪くて自分の民族も悪いと、さらに愛国心を持つのは罪なことになると、この感覚は日本人ではわからないと思います。なのでこれを頭に入れながら今からのお話を聞くと、将来の予測が立てやすくなるんじゃないかなと思います。ということで、そんな中村教授が今回R 国でのクーデターの可能性ありえますね。言論統制緩み、こちら P 氏と読ませていただきます。 P 氏離れが急速に拡大という興味深い記事です。それでは、西側のメディアが R 国内で P 氏おろし、クーデターの可能性があると報じたことについて、中村氏は可能性はありますねときっぱり、要因としては一つはこれを使用した場合は R 国でも一線を越えたと受け止められること、そして二つ目には経済が完全に破綻した場合で4月いっぱいで経済が限界を迎えると予想されることから、5月には R 国で最も長い連休に入ることもあり、4月中に P 氏おろしが始まる可能性があると指摘したということで、日本でも5月に連休がありますが、ロシアも5月に長い連休があるみたいです。そして中村氏は5月に入りますとずっとゴールデンウィークなんです。本当に春がやってきたってお祭り騒ぎになるんですけど、みんながお祭りが美味しいものを食べようと思ってスーパーマーケットに行っても食料品がない、ずっと行列ということが想像されるとした上で、そういう意味で5月の連休の始まる前、4月中に P 氏おろしが始まるんじゃないかと予想されました。こんな単純なことで本当にそうなるかなと思いますよね。ただ食欲というのは人間の三大欲求の一つですので、十分あり得るかもしれません。ちなみに中国では食料が足らないと暴動が起きてしまうので、
一番注意しているのが食料だそうです。それが R 国にも当てはまるかどうかはわかりませんが、信憑性はありますよね。またこのスタジオに来る前にずっと R 国のインターネットニュースを見たんですけど、PC 卸がかなりの話題になっているんです、とも指摘。言論統制でガンガン締め付けが続いていると思っていたんですが、ここに来てやっぱり R 国の各国独立系のメディアも PC に対する批判、非難の声も上げ出してきている。これも大きな転換点になってきているということで、中国と違って R 国というのは言論統制があまりきっちり行われていないようです。R 国というのは結構ずさんでいい加減なところがあるんですよね。そこが中国共産党と違うところです。そしてこれまで独立系のメディアは言論統制で活動停止と言われてきたんですけど、これが復活してきている。それほど P 氏の統制が効かなくなってきているとした上で、それほど R 国の世論の中で P 氏離れが急速に拡大しているということだと思う、との見解を示されました。ということで、なんと独立系のメディアも批判や非難の声が出てきていると、 P 氏の統制が効かなくなってきているということになっておりますので、この4月中に P 氏卸が始まるんじゃないかという予想は十分に信憑性があるんじゃないかなと私は思います。そしてこちら読売テレビの記事の一部を紹介します。同じようにですね、違う指揮者の方がクーデターリスクが高まっているという異変を感じる記事を出されておりました。そして現在の停戦交渉というのはキーウ再攻撃への時間稼ぎなんじゃないかなと、そういった独自解説をされております。なので非常に興味深い記事となりますので、こちらをかいつまんで紹介いたします。で、今回は元時事通信社でモスクワ支局勤務経験もある拓殖大学の名越健志郎教授と、外交安全保障が専門の笹川平和財団の小原凡司氏が戦況を分析されております。ということで、今ゼレンスキー大統領はこちらですね、停戦協議を行っていて、中立化をめぐっては第三国による保障と国民投票が必要との考えを示していて、 R 国が求める非武装化について拒否していると述べられております。まあこれは当然ですよね。主権国家であれば武装しないということはどうぞ攻めてくださいということになりますので、これはどんな国でも受け入れられないと思います。ということで、ゼレンスキー大統領の主張は一貫していて、 R 国側には飲める条件ではないと思うのですが、あえて対面式で行うことで何か進展は期待できるのでしょうか。ということで、小原氏、進展というよりも P 氏としてはこうして停戦協議に応じている R 国側の言い方であれば、停戦を持ちかけているのにウクライナが拒否しているということになるんだと思いますが、反対にウクライナ側としてはできるだけこの停戦協議を伸ばさなくてはならないのです。この停戦協議が終われば決裂したということで、 R 国側が一気に攻勢をかけてくるということになります。ただ R 国側がこれを飲んでいるのは、まだ大規模な軍事攻勢がかけられないから、その準備のために時間を稼いでいるのだと思います。ウクライナ側の方が一つ一つの問題について議論を持ち出して伸ばしているという印象は持っています。ということで、お互い時間を稼いでいるということになりますよね。そしてウクライナで起こっていることをどれだけ R 国の国民が知っていて、ウクライナに侵攻している兵たちは今の状況をどのぐらい把握できているのでしょうか。名越教授、ウクライナの情報機関がこの戦争を望んでいるのは世界で2人しかいない、P 氏とショイグ国防相だけだと宣伝戦の一環として言っているのですが、やはり大義名分がない、必然性もないということで、 R 軍の戦意が高くないと言われるのも、やはり戦争の正当性がないというところから来ていると思います。ちなみに戦争の大義は R 国の人をジェノサイドしているというのが大義でしたが、今 R 国というのはその大義がもうどっかへ行ってしまってすっかりなくなっています。ちなみに R 国はその証拠を国連出そうと思ったらいつでも出せたのに、一切出しておりません。そして国連側も
8年間監視をしていたのに、そんなことは一切なかったと、逆にそれを発表してしまったということになりました。なので大義名分がないので、R 国に対して国連の中で R 国の非難決議が賛成多数で2回も可決されております。そして続いてはイギリスの外相の提案について、こちらイギリスのトラス外相、停戦と R 軍の撤退が完全な形で実現し、R 国が今後さらなる侵攻を行わないことを確約した上で初めて制裁を解除すべきだ。もし将来的にさらなる侵略行為があった場合は、制裁を復活させる、これが実効性を持つ対策だと言われております。その提案について P 氏はどう考えているのでしょうか。小原氏は、この発言の中に R 軍の撤退が完全な形で実現し、とありますが、これは P 氏には絶対に飲むことはないと思います。すでにクリミア半島を略奪し、さらにそのクリミア半島からロシア本土を陸上で結ぶルートは、P 氏はどうしても欲しいわけですし、黒海に面している部分は全て抑えたいわけです。そういうことを考えると、このトラス外相が言ってるのも、西側からの働きかけではありますが、実効性があるとはなかなか考えにくいとは思います。ということで、P 氏は絶対に飲むことはないということになるでしょう。そして P 氏は、西側諸国はロシア帝国千年の歴史を否定している。そんな奴らを許すか?というようなことを言っているのですが、それは本心なのですか?これに対して名越氏、この戦争はそもそも P 氏の個人プロジェクトなのですが、やはり彼の歴史観に相当依拠するところがあります。大統領になった後に、帝政ロシアの歴史を読んでいて、特にエカチュリーナ女帝を最も尊敬する人物に挙げています。ちなみにこのエカチュリーナ女帝というのは、元ドイツ人なんですよね。そして、旦那さんの皇帝をクーデターで排除して、自分が女帝についております。そういう歪んだ歴史観に基づいて侵攻した形跡があるわけです。今の国際秩序、国際法には一切合致しないわけです。だから非常に危険な戦争だという気もしますね。ということで名越教授は P 氏の歴史観に基づいて分析をされております。なので今回は非常に危険な戦争というのを感じられているそうです。そして R 軍、東部にシフト発表はキーウ再攻撃への時間稼ぎではないかということになります。こちらですね。今、首都キーウを抑える作戦から東部のドンバス地方の解放する方針に転換したと。これは作戦が計画通りであるとアピールする狙いがありますよと。ただし、ウクライナ軍の抵抗で首都キーウに進軍できていないが、R 軍の補給が整い、P 氏が圧倒的に優位だと感じたタイミングで、再びキーウを攻めるのではと指摘をされております。R 軍はこの侵攻が失敗というのは絶対言えないわけですよね。これに対して名越教授、そうですね。P 氏は2月21日の演説で、東部2州の独立の承認が目的だと言いましたが、その3日後の24日にいきなり、ウクライナの非武装、中立、非なんとか化という政権交代というものに戦争目的を拡大して、一気に全面戦争に出ていったということで、戦争目的を2月21日の最初の段階に戻そうとするということは、やはりキーウ攻略がうまく進んでいない、苦戦しているという反省もあるのかもしれないです。ただ、落としどころがどうなるかは、まだ全く読めないと思います。ということで、やっぱりうまく進まないので、反省があるかもしれない。そして最終段階の落としどころは見えないということになります。やはりキーウが最終目的なのでしょうか?それについて小原氏、P 氏は2013年頃、クリミア半島を略奪する前から、東部ではファシズムの親ロ派の人たちを何とかしているというようなことを言っています。この頃からファシズムという言葉をずっと使って非難しています。そして今も東部で親ロ派の人たちを何とかしているのは、現政権、ゼレンスキー政権で、これを倒すというのは、P 氏が最初に掲げた目標です。陰謀論を唱えている人たちというのは、
B 氏と全く同じことを言われておりますよね。そして独裁色の強い権威主義国家では絶対に失敗を認めることは許されないわけですから、今は停戦というのは終戦ではないので、タイミングを見て P 氏はまた難癖をつけて必ずキーウにやってくると思います。なので P 氏が生きている限りは最終目的はキーウということになると思います。そして R 国が仮にウクライナ全土を掌握して傀儡政権を作ったとして、これだけ破壊したウクライナを再興する力、掌握する力は R 国にはないと思いますが、どうなんですか？これに対して名越氏、おっしゃる通りで、ウクライナ人の反露感情というのは決定的になっています。これから何世紀も続く可能性もあり、もう完全に R 国とウクライナは決裂すると思います。ちなみになんですが、ウクライナと R 国の人たちは全く一緒と勘違いされている人もいるかと思います。これは大きな勘違いで、日本人と韓国人は同じ、日本人と中国人は同じというぐらいな勘違いなんですよね。ただ単にロシア語を使っているというだけなんですよ。なので仮に中国が日本に攻めてきて侵略して仲良くなれるかというと絶対になれませんよね。なのでウクライナ人の反露感情というのはどういったものなのか想像できると思います。そして今後 R 国が仮に制圧したところでウクライナを管理維持するというのは至難の業だと思います。ちなみにですね、 R 国が制圧した場合、西側諸国は復興に協力できないと思います。だからそれをいずれ諦めて東部だけにする、そういう方向に今検討していると思うんです。ピース政権というのは戦術的に対応する場当たり的なところがあるので、まだ最終目標というのは出てこないと思いますが、ということで、P 氏は当初2日でキーウを抑えるというところまではいろんな絵を描いていたと思うんですが、今はもう全くの白紙なんだと思います。これはですね、中村氏も P 氏の頭の中は真っ白だと百田直樹チャンネルで言われておりました。なので、全く同じですよね。まだ最終目標は出てこないということになると思います。そして R 国は今まで紛争に介入した時は飛び地のようなものを確保してから戦闘にとって不利な時期は引いて、戦車が動きやすい冬になってから動き出すというようなことをやっていますが、今回は今支配できている東南部の地域だけを飛び地として抑えて一旦夏を越すという考え方を R 国が持っているというのはあり得るでしょうか？これは非常に興味深い質問です。これに対して小原氏、あり得ると思います。少なくともクリミア半島に対する補給を陸上からできるようになるという点では、R 国にとっては一つの成果だと思います。もう一つ、もともと P 氏は誤った情報に基づいて、軍事合理性のない戦争をやっていますので、キーウに R 軍が入っていれば、ウクライナ軍はすぐに降伏する。そしてウクライナ国民は R 兵を歓迎するはずで、キーウを抑えれば全国を抑えるのはそんなに難しくない、抵抗されるということは考えていなかったんだと思います。R 国はここを復興する気はなく、NATO の支配地にならなければいいという考え方なのではないかと思います。やはり陸上で国境を接している国が一番恐ろしいのは、戦車などの車両が何の障害もなく一気に国境を越えてくることで、 R 国は過去にはドイツの進撃を受けたわけですけれど、反対にヨーロッパ側もソ連の対戦車軍が入ってくるのは怖いわけですね。ですからここを P 氏は中立か非武装化と言ってますけど、要は R 国の召喚地帯にしたいのだと思います。ですよね。最終目標はこの R 国にとって安全な召喚地帯にしたいだけなんだと思います。そしてここからクーデターの話に入っていきます。進む P 離れ、真の脅威は白引きということで、この白引きなんですが、白引きとは P 氏政権内で高い地位についている治安機関出身者の呼称です。名越さんによると、白引きの中でも、パトルシェフ安全保障書記、ボルトニコフ連邦保安局長、ナルイシキン対外情報局長官は、
1970年代後半、ピー氏と KGB 支局で同僚として活動した最も信頼できる側近だということだそうです。なのでピー氏と同年代ということになります。そして30年間 R 国の作戦を分析している元 CIA のスティーブン・ホール氏によると、オルガルヒが寝返ったとしてもピー氏は脅威を感じない、オルガルヒは治安部隊を利用できない、真の脅威はシロビキ、特にパトルシェフ氏やボルトニコフ氏は強い権力を持つだけでなく利用し、この計画も可能なんだそうです。そして体制が腐敗していると感じれば、自分たちの利益を守るために必要なことは何でもするだろうということなんだそうです。なので愛国のためにやるのではなく、自分たちの利益を守るためにこれをするのではということになるでしょう。そして P 氏の元同僚の最も信頼できる側近たちは、 R 国という国が崩壊するか、 P 氏がいなくなるか、そういう選択を迫られる可能性があるということでしょうか。これについて小原氏、 R 国の崩壊というよりも自分たちの立場が悪くなるということなのではないかと思います。 P 氏は今回の戦争を実質的に失敗したわけですけれども、その責任が誤った情報にあるというふうに考えていると言われますから、 FSB 連邦保安局の幹部たちが調査を受けたり、 SVR 対外情報局のナルイシキンが公の場で叱責をされるようなことがありました。こうした情報機関すべてに対して今P 氏が不満をぶつけているんだとすると、今度は情報機関側の方で何らかの自分たちを防衛する措置というのを取る可能性はあると思います。これは P 氏がやってしまったということになりますよね。つまり最側近の人たちに対しても不満をぶちまけていたということになります。それに対して防衛を取るというのは今後考えられるというのは十分信憑性はありますよね。そしてウクライナ国防省の Facebook の投稿では、 R 国の政界エリートの一部は P 氏の後継候補としてボルトニコフ氏を擁立し、手を組んで P 氏排除の方法を模索している、ウクライナ軍の能力分析をしているボルトニコフ氏に対し P 氏が苛立っていると伝えています。名越教授は、P 氏と長年盟友関係にあるボルトニコフ氏が単独で裏切ることは考えにくい、ウクライナ側の情報戦の一環ではないかということですが、何が真実かわからないですね、ということで名越教授、ただボルトニコフ、パトルシェフといった人たちは70年代以降盟友関係にありますから、一蓮托生なわけで裏切るということはまず考えられないです。今出ているのは FSB 連邦保安局の幹部が西側や反体制派に内部情報を流しているということで、今回のウクライナ攻撃は非常にずさんで苦戦を強いられている、初戦で大量の戦死者を出している、出口戦略が曖昧だ、そもそも FSB に連絡がなく、ほんの一握りの人で決めている、というふうに作戦を酷評しているんです。やはり軍 FSB 内部にウクライナ戦争攻撃への相当不満が溜まっているんじゃないかという気がします。なので諜報活動をする FSB に連絡はないと、だから自らの作戦を酷評しているということになります。なので相当不満が溜まっているというところが伺えるということになります。仮にこのボルトニコフ氏を擁立しようとする人がいるとして、ボルトニコフ氏が R 国のトップになった時にR 国の体制は変わりますか？これについて名越氏、変わらないと思います。今、欧米では、フォーリンアフェアーズなんかは、ちなみにこのフォーリンアフェアーズというのは、外交国際政治専門の政治雑誌ということになります。P 氏体制は核を持った軍事独裁者、独裁体制になるという恐ろしい議論が出ていまして、民主改革派政権になるという見方は少ないですね。ということで、このプーチン体制というのは誤表記だと思います。このボルトニコフ氏体制
というのが正しいと思います。それになったとしても、このプーチン氏と同じ路線で、しかももっと軍事独裁者、独裁体制になると、そういう見方が出ています。なのでですね、もう R 国というのは、いつまで経ってもこの民主改革派政権にはならないという見立てが出ているということです。そして、ここでですね、ようやく A 氏が、R 国にクーデターリスクが強まるんじゃないかということになります。名越教授は R 国内で P 氏に不満を持つ者がいてもあくまで個人レベルでクーデターには組織的な反乱が必要。今後組織的な反乱が起こる可能性があるとすれば R 軍がこれを使用した場合 R 国内でも一線を越えたと受け止められる可能性があるとしています。なので、クーデターが起こる要素として、R 軍がこれを使用した場合に考えられるということになりそうです。この一線を越えたという見立ては、先ほどの中村逸郎教授と全く同じですね。そして P 氏がこれを使用した場合は、FSB の長官たちを中心として、何か内部反乱みたいなものが起きる可能性はあるということですか。これについて名越教授、僕は記者として8年間モスクワにいて、その間に軍や情報機関の方と話すことも多かったのですが、やはり彼らは愛国者であって非常にバランスが取れています。ちょっとこれはどうかなというところは私は感じています。そして平和主義でもあり、平和を望んでいます。そういう経験から仮に P 氏が独断でこれの使用に踏み切った場合は大統領でも排除しないといけないという議論が起きるのではないかと、根拠はないですが記者として長年の勘で思っています。まあ、本当にですね、愛国者かどうかわかりませんよね。私が思うに、自らの利益が得られなくなった時に、この大統領の排除論というのがようやく起こるんじゃないかなと思います。そしてやはり、R 国内で何かが起こらないと、停戦や R 軍が引くっていうのはないのでしょうか。これについて小原氏、停戦まではあり得ると思いますが、終戦にこぎつけることは難しいと思います。また、政変を起こすためには、やはり暴力装置が働かないといけない。軍隊や治安機関がそちらに加担するか、少なくともそういった動きを抑え込まない、中立を保つ、そういった必要はあると思いますので、こういった情報機関や軍の動きというのは注目されると思います。ということで、今後のキーワードは、やはりこれですよね。これに踏み切るのかどうか、ここが注目ポイントになると思います。ということで、皆さんもしこれの使用が確認された場合は、P 氏が排除される可能性が高まると思っておいてください。そして、中村教授が言ったように、4月中に食料品が足らなくなって P 氏卸しが始まる可能性がありますので、こちらにも注目ということになります。ということで、またこういった情報がありましたら、チャンネル登録10万人を目指して情報発信をしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。